心診療所チャンネル。発達障害セルフケア、今回は傷つけないなら胸を張れ、二次障害を予防して自己肯定感を守る方法についてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。発達障害において特性から無意識に他者を害してしまうリスクということに関して別の動画で扱いました。傷つけないことは何も大事という話をしました。たとえ無意識でもどうしても関わっていた相手に実害、相手が嫌な思いをするということがありますと、なかなかその支持を得ていくということは難しいということがあるので、いろんなことあるけど何よりも優先して他者から奪わないことを大事にしてほしいという話を別の動画でさせていただきました。一方で発達障害がある方で別のことで苦しんでいる方はいらっしゃいます。むしろ幼少期から奪われるような体験が続いて自分を信じられなくなって慢性的にうつ状態になったり、人が怖くなってしまうという人がいらっしゃいます。これらは二次障害と言われまして、改善することは可能な一方で時に元の特性以上にその人を苦しめてしまうことがあります。その対策というのは何でしょうか。今回のテーマは傷つけないなら胸を張れということでやっていきたいと思います。まず少し振り返っていきます。発達障害とは何かということですけど、これは注意であったり対人面であったり、そういったところに生じる生まれながらの障害ということになります。不注意や衝動が目立つ ADHD、 対人面のことやこだわりが目立つ ASD という2つが代表的です。で、ストレスの反復などから落ち込みや対人不安といった二次障害が出ることがあります。少し詳しく見ると ADHD ですけれども、これは不注意や多動、衝動性が生まれながらにある続いている発達障害になります。大人では仕事などでの不適切な言動してしまうなどの不適応から気づくことが多いです。そして不適応を繰り返していきますと、うつや対人不安といった二次障害が起きることがあります。もう一つの ASD ですけど、これは対人面の困難やこだわりといったものが生まれながらに続く発達障害になります。 ASD の方がより子どもの頃から孤立、いじめの被害などを受けることが多いことが印象的にあります。そしてそういう孤独体験やうまくいかない体験の繰り返しによって、うつや対人不安など二次障害を合併することがあります。この二次障害ですけれども、これは ASD、ADHD の特性、これらによる不適応、うまくいかないことだったり、嫌な経験を反復することを背景としまして、落ち込みや対人不安などのことが二次的に生じたものになってきます。人によっては、敵意や攻撃性といった外に出るような二次障害が出る方も中にはいらっしゃいます。この二次障害の主な背景ですけれども、これは不適応や失敗体験、うまくいかないことを繰り返すことによる自己肯定感の低下というところがあります。物事はやっぱりうまくいく循環、うまくいかない循環というのがありますけれども、例えば何かをやっていくということのうまくいく好循環を見ていきますけれども、その中だと何かをやると。そうするとうまくいくと。で、褒められたり、うまくいったねということがあると。そうすると、自分は大丈夫なんだと。で、自己肯定感が上がると。なので、また次のことも積極的にやると。で、うまくいくという、こういう好循環というのができてくることがあります。逆に悪循環はどうかと言いますと、何かをやると。そうするとうまくいかないと。そうすると相手から否定されると。で、自己肯定感が落ちると。それでもしばらくは、もういやいやだけどやるんだけども、こうやってうまくいかない経験が繰り返されて、最終的にはやらなくなってしまうということになります。やらないということの具体的な例を見ますと、一つは不登校だったり欠勤、退学や退職というところがあるかもしれません。あとは対人的な場面、人との場面をもう回避してしまう、孤立してしまうということがあります。その延長でいわゆる引きこもりの状態が続くということがあり得るということになります。このうまくいかない悪循環がどうしても発達障害の特性があると起こってしまいやすいということは指摘されるところであります。ここで学習性無力感という言葉があります。この自己肯定感が落ちることに関連するんですけれども、どうしても失敗を繰り返してしまいますと、そうするともうやってもどうせダメだという、こういう無力感を学習してしまって、チャレンジ挑戦をやめてもう回避してしまうと、避けてしまうということを繰り返すということになります。こうなってきますと、元から苦手ということはあるんですけれども、そういうチャレンジしたり経験を積むということをしなくなってしまうので、さらにうまくいかないということの差が広がってしまって、さらに差がついて失敗を繰り返してしまったり、
行動の幅が狭まってしまうと、そして抑うつ、うつや不安などの二次障害を合併してしまうということが出てきます。こういったこと、二次障害の治療ということなんですけれども、二次障害の症状自体には、ただうつや対人不安に対して抗うつ薬などの治療をすることがありまして、有効なこともあります。ただし一方で、この元にある今ご説明したような自己肯定感の低下、学習性無力感というものに対する薬はありません。なので、よくその10代のまで、子どもの頃や10代においては早期療育というのがその対策としてよく行われます。早めに診断をして早めにサポート、療育をすることが最近の流れになってきます。そうすることによって、失敗体験の悪循環ということを防いでいって、自己肯定感や学習性無力感を防ぐということが大きくあります。そしてその一環として ADHD の方ですと、薬を結構しっかり使うことによって、その失敗を防いで成功体験をつかんでいって、なるべく認知障害を防いでいくということをすることがあります。では大人の場合はどうかと言いますと、多くはもうすでにある程度経験が重なってて、正直受診される方と認知障害がある程度あるという方が多いです。かつ周りの方が療育するという環境、大人の場合はそういった環境というのは今のところは正直あまりないです。なので結果として、自分で対策をしていくということになってくるんだと思います。ではどうするかということなんですけれども、自己肯定感改善の方向性というところで、今回3段階をご提案したいと思います。1つ目は、小さい成功体験を重ねていくというところ。2つ目は、取り入れる助言、信じる相手や環境をしっかり見分けていくということ。その上で3段階目として、行動で示しつつ自分を信じていくということになります。一つ目が成功体験を重ねるということです。失敗体験の積み重ねで自己肯定感が落ちていきました。その対策とは逆として、成功体験を積み重ねていくことで自己肯定につながっていくと。で、なかなか過去を変えることは難しいと。だとしたら、変えられるのは今と未来ですから、自分の長所短所を客観的に見た上で、小さい成功を重ねていく、ある種勝てる戦いを繰り返していくということが基本になってきます。で、これをやっていくのは大事なんですけど、注意点としては、すぐにはなかなか結果が出ないということがあります。これに関してはすぐうまくいったどうかじゃなくて、その先をどうイメージしていくということになります。あと他の人の影響ということは正直あると。ここに関しては次に説明します。プラスになるものを選んでいくと、悪い影響はなるべく排除していくということがあります。そして3つ目としては、ある種チャレンジですから、かっこ悪いというか無様というか、そういうことはあるんですけど、それでもなおやらないよりはマシというふうに思っていただけるといいんじゃないかと思います。それを逆に自己肯定のヒントにしていただけたらと思います。2段階目ですけれども、助言、相手、環境をしっかり見分けていくということがあります。やってはいけないこととしては、まずは悪意がある助言を聞きすぎてしまうというところ。2つ目は悪意のある他の人に影響されてしまうというところ。3つ目が悪意のある環境に強く影響されてしまうというところ。これらいずれも自己肯定感を強く落とす結果になってしまいます。発達障害の方とアドバイスのことなんですけど、これはやっぱり二極化に分かれてしまうというのが印象としてあります。聞かなすぎるか聞きすぎてしまうかで、聞かなすぎると自己肯定感落ちないんだけども、他の人に害を与えてしまうということになってしまいます。逆に聞きすぎてしまうと、人に害を与えるリスクはだいぶ減らせるんだけども、一歩間違えるとやっぱり自己否定につながって認知障害につながってしまうというリスクがある。この中間をなるべく取っていきたいということになります。少し具体的に見ていくと、まず助言や批判をどうするかというんですけど、ここは聞くべき助言と聞くべきでない助言を見分けていくということになります。少し詳しく見ると、自分がやってしまったことに対しての冷静な助言や批判であれば、これは聞くべきです。聞いて改善を図るべきです。ただ一方で、自分にあまり関係ないような批判とか、場合によっては嫉妬による批判というのもあったりします。こういったものは無視する必要があります。そこの2つを見分けていくということは大事になってきます。で、内容よりも感情に影響を受けるというところがあるので、これは難しいところもあるんですけれども、相手がどういう背景で言っているかというところが重要だと思います。
どうしても聞くときには助言内容自体と相手の感情両方受けますので、そこをある種ある種正しい部分があっても、ある種見下したような感情を込めての助言だった場合は、聞くときには非常に慎重になった方がいいと思います。聞く場合でも、その助言内容と感情は分けることが非常に大事になってきます。続きまして、相手ということですけれども、聞くべき相手と聞かないべき相手というのがやっぱりいると思います。これも詳しく見ていくと、根っこのところで自分を信じているように推測される相手の発言は聞いた方がいいと思います。一方で、根っこのところで見下している、馬鹿にしているというのが感じられるんであれば、あまり聞かない方がいいんじゃないかというふうなことがあります。で、環境に関しても影響を受けるべき環境、受けるべきでない環境がありまして、ここも似たところがあると思います。ある種その根っこのところを信じてもらっている環境であれば、これは影響を受けるべきだし、ちょっと馬鹿にしているとかそういうことがあるようであれば、なるべく影響を減らした方がいいんじゃないかということがあります。謙虚さというのはすごく大事。ただ一方で、どうしてもそれは明らかに不当な扱いということがあった場合は、それはやっぱり毅然と対応することが必要になってきます。この2つをしっかり見分けていくということが大事になってきます。これはなかなかすぐ行うことは難しいんですけれども、試行錯誤して徐々に身につけていくということをやっていただけたらと思います。3段階目は行動で示しつつ自分を信じるということになります。成功体験の積み重ねと相手の見極めということをした上で、最終的にはやっぱり自分を信じていくということがあります。ただ信じるということは難しいのかもしれない。だからこそ日々行動で示しつつ、少しでも信じることをトライしていただけたらと思います。行動の方向性としては、まずは別の動画でもあった人から奪わないということをベストを尽くすというところ、そして上で長所を生かして人に提供する、与えるということにベストを尽くすということ、そして時に無様かもしれないけれども前に進もうとするというところ、こういうことを積み重ねていくということです。そうやって日々生きていたならば、人を傷つけず人にプラスになるように生きてきたならば、何を恥じる必要があるだろうかと、胸を張ればいいんじゃないかというところを一つ参考にしていただけたらと思います。今回は発達障害セルフケア、傷つけないような胸を張れということでやってきました。発達障害は特性もいろいろありますけれども、もう一つ注意が必要なのが、不適応を繰り返して起こってしまう二次障害、うつや不安などの二次障害になります。これらはうまくいかない経験を繰り返されることで自己肯定感が低下したり、学習性無力感、どうせやってもダメだというイメージがついてしまうことを背景にして生じるうつや不安になってきます。対策としては根っこのところでは自己肯定感を少しでも増やしていくというところ、具体的には小さい成功体験を重ねていくというところ、そして信じるべき助言、相手、環境というのを選んでいくというところ、その上で行動で日々示していきながら、最終的には自分を信じていく、胸を張っていくというところになってきます。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります。